これはね、やっぱ経済破綻ですよ。経済破綻のベースになるものが新自由主義であり、それから市場原理主義なんです。これはね、本当に忘れちゃいけない。アメリカはもう破綻しちゃってる。だからオバマはガラッと変えてますよ。だからオバマはね、あの就任演説なんかよく読むとね、そういうところをちょこちょこちょこかなりこう首にしてるんですよ。それで特に象徴的なことを言いますと、大きい政府か小さい政府、これについてはね、就任演説で言ってる、政府が大きいか小さいかは関係ない、政府がどういうサービスを、どういう機能を国民に提供できるか、それで決まるんですということを言ってる。それからもう一つは、オバマがその後70兆円のですね、緊急補正予算を組みましたね。で、補正予算を組むと同時にですよ、同時にまた法人税の最高税率は引き上げてます。同じように35から、36からぐらいに、36年、それから所得税は30、やっぱり 1% の落としたら 39.6、 またクリントンと同じようにして所得税の最高税率を引き上げてます。それと同時にオバマの政権の大きな特徴は、所得の再配分機能っていうのをね、その控除の中、所得税の控除の中に入れたんですよ。つまり高額所得者については所得控除で、まあ、いろいろ向こうにもあるんですよ、病気したらなんか。その控除は非常に少なくしちゃう。それから低所得者に対して多くする。低所得者の場合なんかだと、例えば、控除額にさらに社会保障基金なんかで給付もしてるんじゃないかと思いますけどね。そういう形にして、所得の再配分機能をまたこうやったんですね。でだから日本の民主党もね、それを僕はもっと学べばいい。民主党一部学んでるんですよ。所得再分機能なんか考えてるでしょ。やってるんですけども、まあ、日本の民主党さんに私はもっと強くお願いしたいことは、アメリカのそういうその、民主党の政策をね、もっと取り入れればいいんじゃないですかということです。なるほど。残念ながらね、先ほど言ったように民主党は何か2つの民主党に分かれつつあるように見えますし、まあ、これが本当に一時的なことなのか、党内でいろいろな議論がされて、また、もともと言ったらおかしいですけれどもね、少なくとも衆議院で民意で、まあ、衆議院多数を獲得した時の公約には少なくとも戻っていただきたい。そうでないと、まあ、筋が通らないとは思うんですよ。で、まあ、話が今クリントンモデルを、ね、やっていただく、これ基本的に経済政策のアレンジということになるんでしょうね。有効需要を喚起する、政府支出によって有効需要を喚起すると。私はね、よくね、ケインズだとかね、資本主義っていうふうにことを言う人いますけどね、僕はね、そういうことじゃなくてね、経済学っていうのはね、経済学とかなんかいうのはね、私がこんなこと言うとね、私はもともとビジネスマン出身ですから、純粋の学者の先生に怒られるかもしれません。そんなにね、難しい学問じゃないと思ったんですよ。なぜか、何かっていうと、どういう時にどういう政策を打てば成功するかっていうのは歴史が教えてくれるんですよ。歴史が。だからアメリカはまさに100年来のその不況だとかね、大恐慌以来の不況だって言ったらまさに大恐慌の政策でしょ。あれはケインズかっていうと、ルーズベルトとケインズっていうのはね、ほとんど接点ないんですよ。学者なんかいろいろ読んだところによったら、なんかだからルーズベルトはケインズ政策を取ったとは思われないんですよ。ルーズベルトは独自にある政策がいいと思った。これでケインズが一般理論っていうのを書いたのは1936年ですから、その時はもうどん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 やってたの。1933年からニューディール政策が始まった。ですから今でもね、何かって言ったらケインズ政策、私はケインズじゃありません、なんとかケインズだろうとマルクスだろうとね、市場権利主義は誰でもいいんです。一番国民にとってプラスになって経済の成長になるような、これが何か、これ歴史の中からちゃんと答え出てくるんですよ。そういう視点っていうのがね、私はなんか日本のね、論調に乏しいし、まあマスコミの方には特にそれを強く要望したいんですけどね。そう、日本は日本の自国の歴史に学ばなきゃいけないという話になりますけれども、日本もそのケインズから学ばずして、ケインズ政策を先取りするようなことをやっておりました。昭和金融恐慌で、井上順之助デフレ政策をやる、金解禁をやって、これでものすごくこう国内疲弊するわけですね。ところがそれに対してバッと政策転換を行った、それがまあ高橋小平清だった。彼は思い切った財政出動をして、そして、その金融恐慌から脱出するわけですけれども、彼は別にケインズを学んだわけじゃなかった。だからまあケインズという名前に関してなくても財政出動をして、そして、経済をデフレから脱却させるという政策は、これ歴史の教訓として、日本の1930年代の教訓としてあるわけですよね。アメリカ大恐慌は1933年の
舞台恐慌を解決したのはルーズベルトで、ルーズベルト就任したのは1933年の3月3日なんです。あの頃はね、あの今大統領は1月に1月何日とか10何日に就任しますが、あの頃3月だったんですよ。いよいよ3333でね、よく覚えてるんですけど、ね、その日に就任したんですよ。それでああいう政策を取って成功した。一方昭和恐慌は1930年の1月から12月ですね、12月末に、政友会、当時の憲政内閣の憲政党の政策が潰れちゃって、それで政友会が政権を取って、それで高橋コレクが出てきたのは1931年の12月で、1932年からそういう財政を出して、あるいは金融を緩めて財政金融一体化でデフレを解消したんです。だから世界で一番最初にですよ、一番最初にデフレを解消する手段を示したのは日本なんですよ。1932年ですから、アメリカは1933年ですよ。おそらくルーズベルトが日本のやり方を学んだかどうか知りませんけど、おそらく頭にはあったでしょうね。そこまで歴史本読んでませんけど、これはもう当然頭にはあったと思います。ですから今山上さん言われた通り、日本っていうのはちゃんとね、成功した歴史があるんですよ。それともう一つ申し上げたいことはね、日本はね、1933年のアメリカと案外似たところがある。ということはどういうのかというと、1933年のアメリカはですね、世界最大の債権国だった。金がワンサが重くだった。当時はゴールドですよ、ゴールド。日本は今ドル持ってるでしょ。だからね、世界一の金持ち国だった、アメリカ。でそれをデフレ解消で、まあ言うならばその金を自分のために使おうってやった。で成功した。日本だとそうでしょ、金いくらでもあるの。さっき申し上げた、だから申し上げた通り、財源はいくらでもある。消費税以外の増税でまずね、さっき申し上げたようなプロセスできちっとその財源を出して、その財源は2通りだと申し上げたでしょ。こういうとこに潜ってるやつとかね、なんかやる。だから同時に潜ると同時にですよ、なんて言うんでしょうか、まあ、公民改革とか言いますけど、そういうことを言う前にね、やっぱり現在あるその、まあ、そういうと精進かなんかで余ってるお金、そういったものをきちっとこの国家に返納してもらうとかして、そういうところから財源が出てきますね。それと同時に、これだけさっき言ったとおりお金があるなら、これ国債出せばいいんですよ。建設国債かなんか出して、それでやって、それでアメリカでもね、アメリカって国はね、やっぱりね、今から考えると賢明だなと思うのは、やっぱり1930年代の不況の時に社会的地盤を作ったんです。高速道路始めた、そこってことですかね。それから皆さんでもニューヨークいらした方はいらっしゃるかますか。ニューヨークいらっしゃって、今回1965年にね、初めて最初に貯めたのはね、あの地下鉄ですよ。僕はその、もともと東京銀行にて銀行員でしたから、ちょうど1965年にニューヨークへ来ましてね、それで、まあ、地下鉄に乗った。そしたら、なんと都心からね、60キロぐらい離れたところからね、全部郊外電車みたいに地下を潜ってくる。それはなんと地下を複々線で走るんだから。ものすごい勢いで。私今、京王線の内側に住んでるんですよ。ね、だいたいこの区間15キロぐらいしか。これもテレ、あとはトロ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 走ってね、30分以上かかる電車で。あれ、バーッと通ればまたね、10分ぐらい取れちゃう。15分ぐらい。だからそういうものとかね、社会的共通資本、それを もっとやっていくわけ。通勤地獄もそうですよ。それから、いろんな病院の建て替え。病院でも、市営病院なんかでも今、この前、ある方の計算によりますと、病院基地と建て替えだけで5兆円ぐらいで、そういうものを全部建て替えるとかね、こういうのは社会的地盤になりますからね。だから、アメリカはその時にきちっといろんなことやって、クリントンの時もそうです。クリントンの時にも、そういうところをどんどん、だからアメリカの場合には、鉄道もものすごく多いんですよ。ワシントンにいらした方がいると思うんで、ワシントンなんかものすごく、あれですか、地下鉄が発達しててね、私久しぶりに10年ぐらい前に行って、へーと思って驚いたら、やっぱりクリントンの時に金出してやったって言いました。今、オバマが新幹線入れようとしてるでしょ。ああいうの必ず実りますよ。ですから、経済が民間だけではもう太刀打ちできなくて、なかなか難しくなってくる。これは政府が手を出さなきゃダメなんですよ。そしてそれによって民間の需要も、というか民間投資も引っ張り出すような形をする。そしてそれを、まあ、少なくとももう3年5年の計画ですよ。あるいは10年かもしれない。そういうことによって、そのこう社会的なあれですから、日本は経済地盤ってものすごく疲弊してますから、地方の方なんかは分かると、
そういうことをするのが今の施設だろうと私は思います。